福留がルーキーの時ってカープ戦ってほとんど打ってないと思います。見事に抑えてますよ。もうなんか彼見てたらもう手に取るように考えてること分かったんです、だからその時っていうのはほとんど歌えてないけど、彼がね何年目だろう、あの首位打者取るぐらいになってきた頃かな、あの頃からもうこっぱり打たれるようになった。それはもう彼はね、彼が変わったのは自分がこの球やと決めた、徹底してそれを待つようになった。もうねそれまでっていうのは彼は一球一球追いかけてた、後追っかけになった。俺がこういうふうに言ったらその球に意識がいって、でもう気持ちいいぐらい餌まいたらそれに食いついてきて、で最後はもうこうやって抑えようって思った通りにボーンと抑えれた。だから最初の1年目っていうのはほとんど多分打たれてないと、もう手に取るように。ただ彼がもう2年目以降かな、で特に首位打者取り出した頃っていうのは逆にもうこっぱに打たれた。それは何かって言ったらもう、なんでですか、彼は徹底してもう3-2になって、はい、もうないやろいうとこでもまだその球待ちよった、もう待てへんやろ思って、でもまだフォークやったらフォーク一本待ちよった。でそれを仕留めよったきっちり。だから、あすごいな、やっぱり彼はもうそれからガラッと変わったよね、っていうのはあるよね。でも当時の強打者といったらそのこそ松井秀喜選手とか、巨人の、松井もねやっぱり呼んでくるバッターだから、はい、彼も配球とかをすごい考えて呼んでくるバッターやから、対戦しててやっぱり面白かった、面白かったっていうか、まあようやられたよね、はい、やっぱり彼はそれ以上によう打ったもん。だからねその配球とかね、今キャッチャーの方からの話したやんか、これバッターからも面白い方法があって、はい、バッターも自分が打ちたい球を投げさせればいいんですよ。どう、え、そんなことできますか。だからそれがうまかったんがやっぱ落合さん。出たー、落合さん。落合さんはね、うまくマスコミとかを使ってやるわけよ。その、はい、俺はこの何々 S 級のピッチャー捕まえてね、俺は何々のあの決め球のこれを打てるか打てないか、これが俺のあれなんだっつって、俺はそんなね関係ない球打とうなんて思ってないんだっつって、それで別に三振しても何とも思わないんだって、やつのあの一番最高のあの球を俺は打てるか打てないかに勝負かけてんだっつって言うのを、俺は彼をもう最高のピッチャーだと思ってる、彼のその最高の球と勝負したいんだっていう、それマスコミ通じてポンと新聞とかで言われてみ、言われた方絶対それ投げるやろ勝負する、絶対それ投げるやんか。そうでしょ。だから落合さん見て、あの山田さんのあの進化をさ、山田さんね、もうあの時の山田さんの進化を打てるバッターってなかなかいなかったよ。落合さんものの見事にホームラン打ってたやんか。山田さんもそれしか待ってないって分かってて、それ行くんやから、それをほんで待ってて、ま、一発で仕留めてきっちりホームラン打つ落合さんがすごかった。やっぱで同じもう大野さんいたでしょ、カープの左のもう大エース、はい、大野さんと俺昔組んでる時に ね、川口さん、大野さんで、大野さんは、大野さんももう落合さんにもうこっぱに打たれてるんやで、それ何かって言ったら、落合さんまたこれほんまうまいよね、俺は大野のあなたもって言う、ほら大野さんもう、もう大野さんももうその気やんな。だから俺はもう絶対それ分かってるから、絶対違うサイン出すやんか。出してるんですね、ちゃんと。で、それも最後は絶対首振ってスクリューボール投げるわけ。だそれを待ってたとばかりに、何本追い込まれてそれ一点で、ズラーンとホームラン打ったはんねん。すげえな思うよ。けど、もう絶対にもう首振って、やっぱりそれはもうやっぱりあのエース級のピッチャーにはそれはもう許されるやん。その特別な個人的な勝負って言ったらおかしいけど、いやそうですね、もう大野さんも絶対首振って最後はもう絶対スクリューボールなんよ。もう落合さんの時は絶対スクリューなんよ最後は。で落合さんもその1点しか待ってないんよ。すごいなって、やっぱあれが一流同士の戦いなんやろうな思ってね。だけどでそれを知ってか知らずか、実践たまたまかもしれへんけど、うまく実践できたんが坂本勇人なん。え、坂本勇人選手ですか。これ隼人がファイターズのファイターズと日本シリーズ戦った時に、はい、2012年の日本シリーズの時に、はい、シリーズ前に隼人が、はい、吉川は僕はもう日本一の今ピッチャーやと思う、彼のストレートは本当に今一番日本じゃ速いと思う、彼のあのストレートをやっぱり打てないことにはあれだっていうような発言をしたわけよ。彼はもう今僕の中では日本一のピッ
ちゃな言うようなことを言うたわけよ、インタビューか新聞かなんかで。それ俺たまたま見てて、うわこれ絶対吉川あれやな、やられよ、もうやられよるな思って思った。ほな吉川ってその年最優秀防御率かなんか取って、もうほんとまっすぐすごかって、もうほんと前飛ばんようなまっすぐやったけど、日本シリーズになって隼人になったらまっすぐばっかりよ、隼人狙いすましたようにガンガン打っとった。できっちり一勝もできずに、で日本シリーズジャイアンツがそのまま勝ったっていうあれやったけど、だからその一流どころになったらそれができるよね。そうやって言われたら、やっぱ言われた方は嬉しいやん、嬉しいとはおかしいけど、絶対そうなっちゃうよね、はい、だからもう吉川も分かったようにまっすぐしか投げへんかったもん、坂本の時隼人がグワーンホームラン打ち寄ったけど、うん、そういう方法もある。あ、打者に、打者が、なるほど、うん、もうバッターがピッチャーにもそのそれしか投げないようにしちゃういうか、はい、だからおかしいけど、そういうふうにやっちゃうと、あ、もう分かっててもやっぱり意地で来るピッチャーですね。落合さんの件を知ってたから坂本選手の時、いや、それは多分知らんとは思うよ、たまたまそういう風になったんだと思うけど、あ、うまいことやってるな、これ間違いなく早く打ち寄るな吉川多分間違いなくやられ寄るな思ったら、きっちりあのように測ったようにまっすぐから投げ寄った、うん、っていうようなこともあったね。なるほど、うん、ちなみにその外国人選手とかはどうやって打者心理を読んでるんですか？外国人選手って、はい、まあ、今みんなねどういう契約とかそういうのになってるか分かんないけど、はい、僕らがやってる時っていうのは外国人選手っていうのは要するに結果出さん方もすぐクビだと、はいはいはい、あのだから例えば極端な話1打数1安打、うん、1打年間500打席立つとして日本に来て1打数1安打499フォアボール四死球10割バッター、ね、規定打席も行って首位打者、ね、史上初の10割バッターどうのこうのってなっても給料一つも上がらんと、俺はそれじゃクビだと、何の結果も出てないホームランも打ってないあれだ、だから彼らはその打率がなんぼあれとかじゃないんですよ、やっぱりホームラン 4,50 本打ってなおかつ3割5分6分打ってっていうのが彼らで100打点ぐらい上げないと給料上がらんいうわけですよ、それを求められてるんだって。俺が来てここで全部フォアボールで歩かされて10割バッターだ言ってすごいなって帰ったところで球団は何一つ評価してくれないと、だから彼らはもう打ちたってしょうがないんですよ、打って結果出したいんですよ、だからもう少々ストライクからボールになる球ってバンバン手出すの、もう全部打ちに来るから、だからまともに勝負いったらやられますよ、そら。それこそあの1991年と86年 の, その日本シリーズ広島対西武のところだと、もう清原選手、秋山選手、デストラーデ選手っていうもう3人が私の中で結構印象的なんですけれども、やっぱデストラーデ選手もすごいですよ、あの本当みんな180以上あって、はい、体もごっついじゃないですか、全然違うんですよ、俺あの時本当に日本シリーズサード守ってったことあるんですけど、はい、第4戦かな、はいはいはい、川口さんが先発の時に川口さんが先発、ね、あの第4戦やったと思うよ、市民球場でサード守ってたんやけど、ほんとね、まず3番秋山さんよね、はい、秋山さん、はい、秋山さんだから、あの時の市民球場って内野が内野普通に全部土で外野芝でしょ、はい、でサード例えばサード守ってるやんか、サード最初秋山さん出てきた時3番バッター出てきた時にこれぐらい普通にこれぐらい、まあ、守ってる、はいはいはいね、守ってる、うわすげえな、こっち頼むからこっち打ってこんといてくれよって思ってるよ、こう守り持ってね、はい、めっちゃ怖いよ、ほんまごっついからさすごい打球くるやろな思うから、うん、頼むでって思うやんか、ほんならさ川口さんってまっすぐとあの当時カーブが中心やんか、はい、だから川口さんのカーブ行ったら右バッターって絶対こう見てたらこうなるわけよ、もうほんなら絶対にもう打ったら絶対こっちへ来るわけよ、もうバンと体がこうなってるの分かるから、なるほど絶対こっちに来そうな感じあるわ、ほんならもうこうやってしゃあないわけよ、ね、で、まあ秋山さん終わった次また秋山さん次出てくるの清や、清出てきたまた輪かけてでかいじゃん、うわー怖えよ、また白浜にちょっと下がってるわけよ、ね、ちょっと下がってるわけよ、でうわ頼むわ思い持って思ってるや、
ほんで終わった次デストラーレよ。もうデストラーレ出た時もう本当にもうパッと見たら芝生のとこ守ってた芝生の中もうほらね、コアっておられへんかった本当に。やっぱあそこのクリーンアップはすごかった。ほんでそれ周りもみんなすごかったよ、あの時の西武のメンバーって、はい、そうですね、周りももう、もうそれこそね、辻さんじゃ平野さんじゃ石毛さんじゃ全部周り固めてたじゃん、伊藤さんまでもうみんな、そうでしょ、安倍さんぐらいが6番にいたのかな、はい、だからもうずらーっとそのもう固まってたから固定のメンバーで、うん、ほら怖かったよ、もう守っててたまらんかったもん、うん、面白い。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。コンビクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。